体重は減ってきたんだけど、なぜかポッコリお腹だけ治らない。どうしたらいいんだろう。今回はそんなあなたに向けた動画になります。こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。このチャンネルではダイエットに関する有益な情報を定期的に配信していますので、よければチャンネル登録お願いします。今回は確実にお腹痩せする5つのポイントというところで、ポッコリお腹を解消するためのポイントについて解説します。具体的な内容なんですが、まずはじめにお腹が出ている3つの理由というところで、ポッコリお腹になってしまう原因についてお伝えします。そしてお腹痩せというと腹筋をしている人が多いんですけど、腹筋ではお腹痩せをしないんですね。そのメカニズムについてお伝えします。そして最後にポッコリお腹を解消するためのポイントについてお話しします。今回の動画を見ることによって、ウエストを補足するためにはどうすればいいのかということが理解できるだけではなく、今日からやるべきことが明確になりますので、ぜひポッコリお腹に悩んでるのであれば、今回の動画を最後まで見るようにしてください。また動画の中で分かりにくい点や納得いかない点があればコメントいただけると嬉しいです。では早速内容に入っていきたいと思います。何でもそうなんですけど、問題を解消するためにはその原因を知らないといけないわけですね。お腹痩せをする時もいろいろな情報を見ると、お腹痩せをするためにはこれだっていう情報出てるんですけど、そんなのは全て嘘です。なぜなら人によってお腹痩せしない原因っていうのは違ってくるので、対処法も変わってくるわけですね。これをやればウエストが細くなるっていうものはまずありません。なので最初に考えないといけないのは、なぜ自分はお腹が痩せれないのか、何が原因なのかっていうところを考えないといけないわけです。お腹が出ている理由っていうのは主に3つあります。まず1つ目が、単純に脂肪によってお腹が出ているということです。これは分かりますよね。足痩せでもそうなんですけど、私お腹痩せしたいんですっていう人の中には、お腹だけじゃなくて全身的に太ってしまっている人って多いんですよ。そういう場合っていうのは、部分的に痩せることをやるのではなくて、全身的に痩せるようなことを意識しないといけないわけですね。なのでこうした場合っていうのは、部分痩せをしようと思って何かをこうするのではなくて、全身的に痩せていけるようなダイエットをしないといけないわけです。そして2つ目が、便秘やガスによってお腹がポッコリしている人です。 BMI が20前後なのにお腹だけポッコリしている女性の中にはこういう人はものすごく多いです。上半身とか下半身は痩せてるんだけど、お腹だけポッコリ出てる人、そういう場合ってのは便秘だったりとかガスが原因でポッコリお腹になっている可能性が高いです。特にポッコリしてるところがつかめないような状態であれば、こういう風に便秘とかガスが原因でポッコリお腹になっている可能性は高いです。なのでもし今あなたが BMI が20前後しかないのにお腹だけ出ている、しかもお腹が張った感じがするとかいうのであれば、この便秘だったりとかガスが原因である可能性は高いという風に考えてください。ダイエットしてる人は本当にガスによってお腹が張ってる人っていうのは多いので、ある程度細くて、しかもお腹が出てるんだけどそれがつかめないような状態であれば、便秘とガスを疑ってください。そして3つ目が、姿勢が悪いということです。姿勢が悪いと、姿勢の悪さによってお腹だけ前に突き出すような姿勢になってしまう人って多いんですね。まあ、これの原因っていうのは骨盤周りだったりとかお腹周りの筋肉がうまく使えてなくて、それで姿勢が保てなくなってお腹を前に突き出して、それによってバランスを保つようになってしまうわけですね。これっていうのは骨盤やお腹周りの筋肉が弱くなって、体をうまく支えれなくなってしまって、それによってお腹を前に突き出すようにしてバランスを取ってしまうことでポッコリお腹になってしまうんですね。なので腰痛があったり、立ってる姿勢を保つことがきつい、長時間立ってる姿勢がきついっていう状態の人は、この姿勢の悪さが原因、筋力が原因でポッコリお腹になっている可能性があるというふうに考えてください。そしてこういうふうなお腹痩せの時によく言われるのが、腹筋の運動がお勧めされていることが多いんですね。 YouTube で検索しても腹筋出てきますよね。お腹痩せダイエットとかで検索すると、ほとんどの場合腹筋の動画が出てくると思います。ただ残念ながら腹筋をしてもお腹痩せっていうのは全くしないわけです。なぜかというと、人間の体っていうのはまず部分痩せをするような仕組みになってないわけですね。脂肪が落ちるかどうかっていうのはホルモンによってコントロールされてるんです。でそのホルモンによって部分だけの脂肪を落とすような仕組みっていうのはないわけです。確かに一つの部位をスポーツ選手並みに使っていると、その部分に脂肪がつきにくくなるっていうのはあります。ただ一般の人がやってるような筋トレレベルで部分痩せをするっていうことは基本的にはありません。よく考えてみてください。筋トレをすると筋肉っていうのは大きくなるわけです。筋肉が大きくなるのに、その部分が細くなることなんかありえないじゃないですか。確かにさっき言ったように、お腹周りや骨盤周りの筋肉が使えなくて姿勢が悪くなってポッコリお腹になっている人が、トレーニングをすることによって筋肉がうまく使えて姿勢が良くなってポッコリお腹が治るっていうことはあります。ただ少なくとも動画で説明されているような腹筋を鍛えるような運動で姿勢が良くなることはまずありません。むしろああいう風な腹筋、一般的に言われるような腹筋をすると姿勢が悪くなる人はほとんどだということを知っておいてください。もし骨盤やお腹周りの筋肉を鍛えて姿勢を良くしたいのであれば、お腹
周りの筋肉が使えるような工夫、後で紹介するようなストレッチをやったりとか、あとはインナーマッスルって呼ばれるお腹の中にあるような筋肉を使うトレーニングをやっていくことが大切になります。そういう風なトレーニングっていうのは動画で紹介されているようなあんなきつい運動ではないんです。ああいう風なきつい腹筋の運動をやってしまうと逆にインナーマッスルとかが使えなくなってしまって姿勢が悪くなりますので注意してください。ただああいう風な腹筋の運動でもお腹に刺激を加えることによって便秘の解消効果はあるかもしれないです。そうすれば便秘が原因でポッコリお腹になっている人が腹筋をすることによって便秘が解消すればポッコリお腹は改善するかもしれないです。ただ少なくとも腹筋をすることによってやった感はあるかもしれないんですけど、それでお腹の脂肪が落ちることはないっていうことは知っておいてください。そして筋力が弱いからといってああいう風な腹筋をしても間違いなく姿勢は良くなりません。じゃあお腹痩せをするためにはどういう風なことを意識していった方がいいのかっていうことを解説します。まず一つ目は食欲のコントロールです。食事制限とか無理してやるのではなくて必要以上に食べないように食欲をコントロールしていて体重を落とすっていうことがまず大前提になります。食欲のコントロールに関しては他の動画でいろいろ解説してますし、まとめて学びたい場合は概要欄に貼ってある食欲コントロールダイエットのメール講座にて無料でまとめて学ぶことができますので、ぜひそちらを参考にしてみてください。とにかくまずは食べる量を減らして体重を落とすっていうことがお腹痩せのための大前提となります。そして2つ目が運動するっていうことです。運動することも食欲コントロールにもつながりますし、カロリーの消費にもつながりますので、運動をするっていうことはお腹痩せにもすごく効果的です。そして無理に筋トレをするよりも有酸素運動とかの方がストレス解消につながったりとか、さっき話したように間違ったトレーニングとかをやってしまうリスクが低いですので、普通に痩せたいのであれば私は有酸素運動がおすすめです。ただ有酸素運動っていうのは外に出たりとか時間がかかったりするっていうことがありますので、まずは座る時間を減らしてみるとか、あとはテレビやスマホを立ってやってみるとか、その場で足踏みをしてみるとか、そういう風なことからでもいいですので、少し運動を筋トレのようなきつい運動ではなくて家でできる有酸素運動をやってもらえるといいんじゃないかなというふうに思います。もちろんこれは筋トレをしたら痩せないとかそういう問題ではなくて、筋トレをするよりも有酸素運動の方が私はおすすめですよっていう話です。そして3つ目が腸内環境を整えるということです。便秘の人は腸内環境を整えることが大切になります。例えば発酵食品を取ったり乳酸菌のサプリメントを取ってみたりいう風な工夫によって腸内環境を整えて便通を良くすれば、便秘が原因でポッコリお腹になっている人はそれだけでお腹は細くなります。腸内環境の話に関しても腸内環境を整える方法に関しても腸活ダイエットのメール講座というところで無料のメール講座をしてますので、概要欄のリンクを確認してみてください。また腸活をまとめた動画もありますので、それも概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見てみてください。そして4つ目がガスを発生させる食べ物を減らすということなんです。これ気をつけないといけないのが、実は腸内環境を整えるような食品っていうのがガスを発生させる原因になってるってことがあるんですね。例えばさっき話した発酵食品だったり乳酸菌、オリゴ糖、こういう食べ物がガスを発生させてお腹が張る原因になってる可能性があるんです。例えば多いのは納豆。納豆って腸内環境にものすごく良さそうじゃないですか。そして安いしタンパク質が取れるし手軽に食べれるんで毎日食べてる人多いですけど、納豆が原因でお腹が張ってる人って実は結構たくさんいます。納豆に限った話ではないんですけど、シーボって呼ばれる腸腸内に細菌が増殖してしまって、その細菌がガスを発生させてお腹が張ってしまう病気っていうのがあるんですね。気づいてない人は多いんですけど、それが原因でポッコリお腹になってる人ってものすごく多いですので、もしあなたがいつもなんかお腹が張ってる感じがする、食事が終わった後すぐお腹が張る感じがするっていうのであれば、ガスが原因でポッコリお腹になってる可能性が高いですので、何かそういう風な食べ物がないかを探して減らす工夫をしてみてください。シーボに関しても概要欄に関連した動画のリンクを貼っておきますので、ぜひ確認してみてください。そして最後が背骨のストレッチを習慣化するっていうことです。なんで背骨のストレッチかっていうと、骨盤周りだったりお腹周りのインナーマッスルが使えなくなる一番の原因が背骨が硬くなってしまうことなんですね。なので背骨を柔らかくすることによって骨盤周りお腹周りの筋肉が使えるようになって姿勢っていうのは自然と良くなります。特に寝不足だったりとかストレス、そういう要因がある場合は背骨っていうのはすごく硬くなってしまいますので、背骨のストレッチを習慣化するってことも大切になります。背骨のストレッチに関しても概要欄におすすめのストレッチを解説した動画のリンクを貼っておきますので、ぜひ確認してみてください。このようにお腹が痩せないのには人それぞれ原因があるんですね。まずは自分自身がなんでお腹が痩せないのかっていうのを考えて、その上でその原因に合った対処法をしていくってことが大切になりますので、もし今あなたがお腹痩せで悩んでるのであれば、まずは原因を考えてみてください。そしてその原因に合った対処法を継続してやっていくことでお腹は確実に痩せていきますので、今回の動画を参考にお腹痩せにチャレンジしてみてください。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立つと思ったらぜひいいねボタンをお願いします。また動画の中で分かりにくかった点、理解できなかった点があればコメントいただけると嬉しいです。 YouTube 以外にもダイエットに関するメルマガ、腸活に関するメルマガ、2つのメルマガをほぼ毎日配信しています。こちらも読んでいただけるとダイエットに関する知識がより深まりますので、ぜひ登録してみてください。またインスタやツイッターなどの SNS でもほぼ毎日情報発信していますので、こちらもフォローお願いします。メルマガや SNS の情報に関しては概要欄にリンクを貼っておき
きますので、ぜひチェックしてみてください。ではまた。